さあやってみましょう。パート12でございます。どうもアザラシです。スノー実況パート12。オーカとね、まあ携帯で遊んでただけのパート11でございますわ。うん、あ、朝起きてね、メイコのモーニングコールに多少なりとも突っ込んで、そしてオーカと携帯で、こう抱っこしながらこうね、ハートウォーミングな、感じでございまして、そして帰ると。あ、それだけですね。特に、これといって、大きな動きなしというね。野生のモンキーが、大阪になんか野生のモンキーが出てるらしいな。野生の猿が出ているので、大型の猿が出ているので、なんか注意を呼びかけるとかどうのこうの。野生か、野生って言ってないんだ。大きな猿だって言ってた。なんだそのニュースって、ね。最近のニュースでございます。あの中には大事な弁当箱と買い物のメモが入ってるんだ。弁当の中身はほとんどないけど。待てこら、浮き、猿。待てキキキ山で野生の猿など捕まえられようはずもなくしまった。猿を夢中で追いかけて全然知らない場所に来てしまったと。戻れるのか。ゲームではあるんだけどあまり選択肢がないな。あっこら待て、どうすりゃいいんだろうなこういう時な。あれしぐれだった名前違う、名前思い出せんな。なんだこの周りの、ともどういう状況なんだこれは。まず寒すぎるじゃろその格好は。肩が出てる、肩が、スカートだし。あこの野郎、こんなところに、そんなところに、そして変なニット帽をかぶってる。リアル感、うわめっちゃ切られてる俺。ででで、空が青い。動物たちは散々俺を踏み、あ、つけてどっかに行ってしまったみたいなこと書いてあると思う。俺のリュックを盗んだ猿がやってきた。ボール雑巾のようになった俺を哀れみの目で見ている。盗んだリュックを弁当箱ごと俺の頭上に置くと走り去って行ってしまった。何事、ここからどう話が。あすげえ格好だな。そして胸が大きい、やたらとでかいな。これ声かけずにいったらいかんか。まあ声かけるわな、とりあえず。顔小せえな、なんか。ああ、行っちゃった。へえ、うわ、ようやく戻れた。あれまだ水引いてなかったっけ。ああ、そこのあの湖は、ひゃん、隅のか今の色は。てう、何やってんだお前。ハマったよ。隠れてたんだよ、後ろから脅かそうと。素人っぽい声だな。素人ではないのは知っているんだけど。冗談だよ冗談。びっくりしたよ。大丈夫ですか皆さん、眠たくないですか。まあ安眠動画ということで。あなたちゃん、今日はちょっと遅くなかった？まったり楽しんでいただければいいんじゃないかなと。パート12とかにもなって、まだひたすらまったりを延々続けているっつうのも話してどうかなとも思うんですけども。まあまったりしかないよね。タンク一つ持つよ。お、ありがたい。え、いいの、持つの。持ってもらえ。え、なんか空っぽなの？あれ？いつ水汲むんだ？楽勝だよ。じゃあ、出発だよ。出発だよ。いつでも隅野に会える。到着だよ。
ここで水汲みするんだったっけか。滝につららができてるよ。なんか前回か全然全然前回かぐらいにさ、つららを漢字で書かせてて読ませてたような気がするんだけど、これではひらがななんだな。これではひらがななんだな。構成しろ。それでも滝自体は凍ってない。大したもんだ。本当だな。こういう自然あふれるところでデートをするのもいいなって思いますわ。なんかね、今の若者たちが例えばデートをしようと思った時、まあ行く場所なんてとね、映画館だとか、なんかこうおしゃれな飯食うとこだったりとか、観光地だったりディズニーランドだったりするのかもしれないけど、こういうのもなんかに憧れがある。実際問題それはデートではないのかもしれない。ただなんかこうなんかの道草というか、そのなんかそのただこれを目的にはいかんわ、正直な。滝とかこの凍ったつららとか滝を見に行くかって言ったらいかんけど、それが目的になったらいかないけど、なんて言ったらいいんだろうな。その過程の中でこういうシーンがあったらいいなと、プロセスの中でね、なんか何かの途中でだな。やっぱ温泉しかないな、温泉に行くとかしかないな。この前テレビで見てて、すごい山の中にある温泉、4時間か5時間ぐらいかけてトレッキングして、その日のうちには帰れないから一泊する温泉かなんかの特集をしてた。長野あたりにあるんだったから、すげえなって思ったわ。温泉好きだけどさすがにそれは無理だわって思ったけど、でもそういうのもなんかね、入りに行くと親睦が深まったり仲が良くなったりするのかなって思ったり思わなかったり。すんげえ来んだよそいつ、変な子でさ、猫連れてて境内で親が帰ってくるの待ってるんだって。ではこの町の村の人なんだから知っててもおかしくないよな。竜神の社で待ってるんだって。そりゃそうだろう、あの古風な感じじゃどっかの祖父母じゃないかな。そうなんだ。そうなんです。ところで、それくれこれ、これくれこれ、これこれこれ、これくれこれ。あ、そうか、こいつあんまんしか持ってなかった。豚まん、豚まんってなんて言います、皆さん。豚まんって皆さんって言っても、この動画を見てくれてる人なんてほんとごくごくわずかな一握りだと思うけど、なんて言います。コンビニとか中華まんになってるよな。でも肉まんとも言うよな。肉まんと中華まんと豚まんは別のもんなのかどうなのかね。つい豚まんって、豚まんお願いしますってコンビニ言うんだけど、あ、中華まんですねとかって言われてあ、はいそうですみたいな、あ、はいみたいな。いや、豚まんなんだよ。こっちの気持ちの中では、それは豚まんというものなんだよ。中華そばをラーメンっていうのに近い感覚か。違うか。やめておいた方がいいぞ。そのまま水の中にドボンさせるぞ。持たせない。しかし持たせない。ダメだ。過保護と言われても、過保護と言われても、言うこと聞かねえ。バカよせ。たく。間に合ったのか。たく無茶する。大丈夫か。だからダメって言ってたら思ってる。うい。ん？プニプニプニ。なんだこの柔らかい感触。ああ。俺の左手はタンコ持ち、右手は隅のを抱えて、右腕で抱えたものはタノはいいが、手は隅のの左胸を掴んでいた。左胸を掴んでどうやって引き寄せるんだよ一体。こうガシッと持って、こうグッとこう違うだろう。どう思ったらそうなるんだよ。抱きかかえるようにこう腰に手を回せとしたら、もしくは手を持つとか。
手がかったり、スミロって結構胸あるんだな。いいよそういうなんかあのジャンプの少年漫画みたいな空想は。バシッ、相手手を叩かれてしまった。しまった、ちょっと悪ふざけを過ぎたから。まあ命の危機だったからギリ許してもらえるだろう。男の下がれ、男の下がれじゃなくて、ほんとただただただ手伸ばしたらそこにあっただけだって。佐賀は言わない方がいいと思うんだ今のところ。許してくれないの。分かった、かくなる上は切腹を。そんなことしなくていいよ。俺も切腹するぐらいの覚悟で許しを請うた方がいい時もあるんだろうな。え、心の中では騙されない、切腹するぐらいのつもりで謝るつもりがあったとしてもそれを言う機会がないっていうのはよくある。結局謝れないみたいなね。すごく深く反省していてもそれを言い出す勇気がないっていうね、勇気を持てない、そういうことはよくあります。だからついな。はいはい、分かった分かった、こいつはいはい言いすぎじゃない。はいはい、分かった分かったこう同じ言葉を2回繰り返しがちじゃない。スミノが可愛いからしょうがないだろう、いじめたくなるんだって。えっ、機嫌直った。赤くなっちゃってまう、このスケコマシが。俺は無理やりスミノの手を取り歩き出した。ポリタンクは、ポリタンク2つ持ってなかったか、1つだけだったっけ。一体ポリタンクをどのように持てば。なんか言ったか。なんでもないよーと。のろけー、のろけを聞いております。どうも、新しいです。スノー実況のパート12を今進めてるところでございます。のろけを、のろけを聞いてるところです。嫌ですよー、知らないもん。なんかいいのろけと悪いのろけがあるよな。いいのろけって何かよくわからんけど、これはね、悪いのろけだ。炭酸水飲みます。これはね、悪いのろけですね。今、マイクにまた風をよけるやつをかぶせてる。甘髪のね、リホコとの絡みはいいのろけだった。あれはいいのろけ。お疲れ様だよ。でも、カナタちゃんこれはめんどくさいのろけ、めんどくさいのろけです。すごいよ。すごいか、仕事ですから。とほほ、もうちょっとだよ。おい、到着。おかえりなさい、スミノ。カナタくん、こんにちは。ただいまだよ。今お茶を入れるわね。あ、すみません。私もお手伝い。すみません。ここにあるの魚かな。スミノもそこで温まってなさい。気になる、魚っぽくなかった。ありがとう、お母さん。カレンだが魚っぽくない？魚っぽいでしょ。ありがとうだよ。これはあれだな、あのイカとかのやつだ。イカとか入ってる、あの高いやつ。普通に1000円ぐらいするんだよな。いただきます。イカとかの甘くあの串刺したやつな。パチュパチュ、スミノ、スミノ大丈夫か。スミノの話全然覚えてないな。スミノ編の話を。スケッチブックが落ちたぞ。スケブがちょうど開かれたわけ。そこには真っ白ドレスを着た誰かがいた。あ、はわわわわ、はあ、いや、すまん、見た。正直でも一瞬で何かわからなかったし、誰か近くで嫁いだ人でもいたのか。はい、腹筋やけどしなかった？大丈夫だよ、ゆっくり飲みなさいね。
急にテンションが下がってるな。テンションというかもうまったりモードに入ってるって感じか。いただきます。あーいや、買い物メモ。ほんなら車で運んでもらったらいいのにね。うん、急にテンションが。うーサビ。え、どうした？私とのこと夢で思い出したって言ってたよね。うん、ああそうだ。まだ思い出してないんじゃないかな。うん、まだ全部思い出してないんじゃないかな。うん、まだだったら全部思い出してほしいな。家や家や。それじゃ言うてくれ。思い出すの待つのか、ずっと。いやいやいや、言うてくれ。多分思い出さないから、なかなか意味深だったな。てれて、どういう道だったんだろうな。今一瞬あの神社の石段が見えたけどさ、この隅野の家のところから帰るところでどうしてその神社の絵が一枚入るのかどうなのか。でも子供の頃のこととか全然覚えてないよな、正直。全然覚えてない。俺もなんか昔、すごい昔の、昔の昔、小学校1年生ぐらいにの頃に、すごく仲が良かった女の子がいたような気がするんだけど、もはや名前すら覚えてないし、なんとなくそういう風な約束みたいなのをしてたような気もするけど、記憶が。余計なこと言ったからだよね。ごめんごめん。あ、今あれっすね。じゃあまあこの辺までにするか。ちょっとあのマウスの動き、挙動を見ればわかるけど重くなってた。重いね。まあなんとかなるか。ノベルゲームだからなんとかなるか。大丈夫？ちょっと遅い。半テンポ遅れてる。ごめんごめん。さゆりさんが、さゆりさんだったかな。あ、いや、大丈夫だ。鶴見さん家の大事な稼ぎ頭が。じゃあ、鶴見さんとこの大事なパシリが。それが性格だな。性格である。いやだもう、冗談よ、冗談。時間的に今17分、18分ぐらいだから、切れ目を探してると言ってもいい。え？何か起こっている。雪玉を投げつけられているぞ。誰？こら、どこのガキだ！ということでここまでにしますか。誰が投げているか俺は分かるけど。ほいじゃあまた。パート13でお会いしましょう。ほなまた。